はい、どうも成業チャンネル TV です。今日はですね、質問コーナーに、一つだけちょっとお答えしましょう。私が一番仲良かった芸能人は誰ですかっていう質問が結構多いのでお答えします。関根勤さんですね。たくさん芸能人のお友達、たくさんでもないけど、ね、親しいと言って本当に仲良くさせていただいた芸能人の方はもう関根勤さんですね。当時はラビット関根さんって言っても、カップラ金大放送とかね、もう本当にドラマとかでもご活躍されて、まあ、私は銀座ダウンっていう番組で一番最初に、ラビット関根さんを知ったんですけど、一番最初に、タレントの活動をしてた頃に、舞台でいろいろ教えていただいてお世話になった、親しくさせていただいた関根勤さんですね。ね、一番の思い出は夜な夜なね、アイスホッケーゲームってあったんですよ。サッカーゲームのね、この手動でやるこうボール蹴るやつのね、アイスホッケー版のこうでっかいゲームは関根さんが購入して、夜な夜なね、10時ぐらいにね、22時ぐらい家に来て、朝の4時ぐらいまでねホッケーゲームをやったぐらい仲が良かったんですね。まあ、それからまあ僕もミュージシャンの活動が忙しくなってしまって、浅い企画を離れることになったので、関根さんとはねそれからお会いしてないですけど、でそれぐらい一番親しかったでと関根勤さんですね。そういうことで、今もなおご活躍の関根勤さんでした。ご質問ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。声優チャンネル TV でした。